新潟県を出てから9時間、仙台を出てから7時間、ようやく戻ってきました池袋です。もちろん濱家家の旅はまだまだ続くんですけれども、ちょっとですね、僕ん家がこの池袋の近くにありまして、ここで、シャワー浴びたりとかご飯食べたり、もろもろ準備した後で、次の列車に乗ろうと思います。まあ勘のいい方ならね、この次に何どの列車に乗るかというのはもう分かると思いますけれども、まだ3時間以上次の列車まであります。結局ね、シャワーとか浴びなかったんですけれども、家で歯を磨いたりコンタクトを取ったりしましてですね、また池袋駅まで戻ってきました。のびのびと滞在したことないんですけれども、いやなかなか立派な駅ですね。しっかりとした風格のある新幹線停車駅っていう感じがします。いよいよ次が最後の列車です。ここが万丹線と紀新線の乗り場なんですけれども、こっち改札内で、あっちも改札内ですよね。乗り換え改札があるんだ、これは知らなかった。確か万丹線も紀新線もスイカとかイコカって使えましたよね、普通に。この駅の放送を聞くとね、なんか違う国に来たなっていう感じがします。国が違うわけではないんですけれども、旅情を書き立ててくれますね。こちらが最終走車の、寺前行きです。寺前から姫路のどこかに濱家駅があります。誰もいない。いやこの221系は最高ですね。誰もこの号車にはいないんで、足を上げさせてもらえますか。向こうの方では大阪の方に向かう新快速が発車していきます。今日も平日ですからね、お勤めご苦労様です。ようやく濱家駅、濱路駅に到着しました。降りたのは私だけみたいですね。
浜路。万丹線は姫路への、通勤通学路線になっているんですけれども、本数が多いのは一つ手前の福崎までで、浜路からはあんまり本数は多くなくなります。鳥がさえずる音と時々車の音が聞こえてくる非常にのどかなところですね。構造は、こっちの寺前方面に、ホームが一つ線路が一本、姫路方面に、ホームが一つ線路が一本、専門的に言うと二面二線という構造になっています。ああ、いやのどかだ。仙台の、新潟系苦い駅を出てだいたい今ね午前6時20分だから21時間ぐらい経ちましたよ。下りのホームには待合室が設けられています。でもちろん駅の本奥がある上りのホームには、ちゃんと椅子とかが待合室の中にありますね。ものすごくボロいトイレもありますね。汲み取り式なんじゃないかな。駅舎へは、階段が続いておりますので車椅子利用者のための出力も設けられております。外に出てきましたけど、いやいい駅舎ですよ。多分戦前から残ってるやつでしょうね。ほとんど建設当時の原型のままを留めているんじゃないでしょうか。この前のなんて言えばいいのかな、この柱とかね、万丹線の各停車駅のそれぞれの物語って言えばいいのかな、が全部載せてあります。浜路、これ何なんだろうな。ただの絵ですねこれは。車で送ってもらったり自転車で来たりと、次の6時38分の電車に乗るためにたくさんお客さんがやってきました。といっても今15人ぐらいかな。駅の前にね結構いい感じの用水路かもしれないですが小川が流れていて、で他は、昔からの住宅地、そして所々に畑がある、そういうところです。苦い駅から甘い駅までということで動画を撮らせてもらいましたけれども、いかがでしたでしょうかね。そもそも甘いと名前がつく駅もと、苦いと名前がつく駅が、JR にそれぞれ1個ずつしかないというのが結構意外だったという人もいるかもしれません。むしろあることに驚いたという人もいるかもしれないですね。ちなみにね、あの新潟県の苦いじゃなくて辛いという駅名がある駅ないかなと思ったんですけれども、私鉄にはあったんですが残念ながら JR では見つからなかったので、新潟県を始発としました。長い動画にはなりましたけれどもお楽しみいただけていれば幸いです。ではご視聴ありがとうございました。